おはようございます。釣り子 TV です。本日はね、こんなルアー買ってきてみましたよ。ビローラスリム 2.5 のスリムですね。これ動画とかで見ていて、出たらね、買いたいなと思っていたんですけども、ちょうどね、出たあたりね、忙しくて釣り具屋さんに行けなくて、もう売り切れちゃったかなと思ってね、そんでね、釣り具屋さん覗いたらね、ビローラ売ってる、この色見たことないなと思って手に取ったらね、スリムって書いてあって、これ欲しかったやつだと思ってね、一袋買ってきてみました。っていうのも、これがビローラスリムだとして、従来のビローラ、こんな感じのパッケージなんでね、一見ね、一見すごい似てるんで、気づかなかったんですよね。で、あれなんか違和感あんなと思ってよく見たらね、これ新発売のビローラスリムじゃんと思ってね、一袋買ってみることができました。中身が、詰まっているビローラっていうことみたいですけども、早速どんなルアーかね、開けていきたいと思います。ビローラスリムね。パッケージはこう従来のビローラと似た感じのブリスターパッケージなんで、でもね、手に、はい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 、こういう感じなんですね。手に持ってみるとね、中身詰まってるなーっていうのがね、あとやっぱり細身になってますよね。でも決して細身になったからといって、でそのボリューム感がそこまでね変わっているっていう感じでもなくて、本当その中空の部分がなくなったことによってまた新しい使い方が、できる、ビローラっていう感じなんじゃないかなと思ってね、これはね一個ね、買ってみたいなと思って、そんでこの釣れる多分肝じゃないかなっていう、尻尾の部分もしっかり、ね、ありますね。はい、でこれがビローラスリムで、せっかく今持ってるんで、この従来のねビローラ、これもね、出してみたいと思います。こういう感じでね、自分の場合何色か買って、でその状況にすぐ合わせるためにね、一つの袋の中にいろいろな色ね、キラキラしたのから透明っぽいのからワカサギっぽいのから入れてね、アソートセットみたいにしてね、持ち歩いてるんですけども、はい、従来のビローラも出してみたんで、こう並べてみる、並べてみるとでもだいぶサイズ感はやっぱ違いますね。これそうか、だいぶ小型になったなっていう感じで、こんな感じね、パッケージに入ってる状態だとビローラってこんなもんだったかなと思ったんですけど、オリジナルのビローラ 2.8 と比べるとだいぶね、さっきね似てるなーなんて言ったんですけど、小型シルエットにね変わったなー、ね、ボディの厚みとかもだいぶ薄い感じになってんだなーっていうね、その中空部分がなくなった分だけね、ただこう尾っぽの方にはやっぱこのしっかりとねピリピリと動き続ける、止めようと思ってもなかなか止まらないこのスーパー尻尾がねちゃんとついてくれてますんで、はいね、これが、だからどういうところで使おうかなと思ってっていうと、中空じゃないのでまずジグヘッドの具にしたりとか、あとは、スモラバのトレーラーですよね、それとあとノーシンカーでこっちのビローラが結構表層付近をね、サーチするのに使いやすいなっていう印象だとすると、こっちのスリムがそのちょっと一個下をね、攻める時なんかにいいんじゃないかなと思って買ってきてみましたね。何にしてもね、この釣れる肝の尻尾とこの目玉がついてるっていうのがね、なんか使っていて気持ちいいですよね、これめがけて食ってくれるんじゃないかななんていう、イメージもありつつ、そんなわけでね、こうオリジナルのねビローラと一緒に、持って行ってね、いろいろ使い分けできたらななんていうふうに思うんですけども、あとねこれ4インチね、これもあるんで、これともねサイズ比較していきたいと思いますけど、ビローラもだいぶビローラ兄弟が増えてきましたね。こうこの4インチってのがまたね、
大きくてね、全然違った感じになるんですけど、はい、4インチも出してみたんですけども、もうね4インチと並べるとね、もうだいぶサイズ感違いますね。お尻の長さで合わせるとね、これぐらいね、サイズ感が違うんで、ちょっとオリジナルに煽りてもらって、こんな感じね、だいぶね、小型スリムね、コンパクトな感じのイメージになりましたね。これはちょっとね、食わせに特化したルアーじゃないかなと。この4インチもね、だいぶね、食わせには特化してると思うんですけども、こんな感じのね、小粒で釣れそうな一粒が新しく登場っていうことでね、これね一個変えてよかったなと思って、っていうのも出しどころとしてはね、まさに今じゃないかなっていう、スポーニングに入る前のなんかもう餌は、しっかり食べておきたいんだけど、ちょっと繊細な気持ちになっているね、バスたちね、それに向けてなんかピリピリと小型にね、攻め入る時にこのね、中空部分がなくなって、少し下のレンジなんかも攻めやすくなったんじゃないかななんていうね、ビローラ、スリム、いいんじゃないかなということで、早速ね一袋変えたんでね、暴走リザーバーなんかに持って行ってね、いろいろ試してみたいなと思うんですけど、皆様だったら、どんなタイミングでこのスリム出しますか、こんな感じで使いたいななんてのあったら時ね、コメント欄なんかに書いておいていただければと思うんですけども、これは今年ね新しいツレツレワーム登場じゃないでしょうか。はい、というわけで本日の釣り子 TV はこちら、ディスタイルから新しく出たですね、ビローラスリムね、2.5 インチね、これを買ってきてみたよって、こういった動画でした。はい、釣り子 TV でした。また会おうぜ。